はい、ということで八大竜王様をお祭りする、今回皆さんと一緒に参拝するのは岡山県岡山市北区高松稲荷にございます西条稲荷さんでございます。ここはね、神仏建興がね、明治政府によっても認められていたという極めて例外的なところでございます。そして皆さん大好きな龍さんや他にもいっぱい神様がいらっしゃいますので、必ず最後までご覧になってくださいということで、今見ていただいているのは布袋様だと思いますが、実は布袋様も財運の神様でもあるんですね。ということで、あれがね、小判なんじゃないかななんていうふうに思いますが、実際は何なのでしょうか。そして今から見ていただく、これがすごい、これがかっこいい、大きな大きな辰の口龍さんでございます。どうですか、すごいですよね。はい、まさにこれがサムネイルに使っていた龍さんでございます。ということでね、この西条稲荷、一般的に西条稲荷というんですが、実はここはお寺なんですね。なんですが、先ほど申しましたように明治政府によっても、神仏建興がね、認められていたという極めて例外的なところでございます。その例外、例えばこれもですね、見ていただければと思います。はい、今わかりますか。西条三神といって神を祀ってるって書いてますしね、本殿って書いてあるんですよ。で、77末社と書いてますね。末社っていうのは社ですから神社ですし、本殿という言い方そのものが神社ですね。お寺とは本堂ですよね。なんですよ。ということで、私もずっとここね、神社だと思ってましたからね。はい。私今まで西条稲荷さん5、6回もっとかな、行ったことありますが、動画は初めてだと思います。ということで、こちら、西条稲荷さん。まあ、通称ですね、西条稲荷さんでお祭りされているのは、正式には最上位教皇大菩薩と言いますが、一応お寺なので、これはね、ウィキの情報で大変申し訳ないんですが、稲荷大明神というふうに書いてあります。稲荷大明神。はい。そして、あと、お二柱、八大竜王尊。これは、実際にホームページに書いてあります。そして、三面大黒尊天というふうに書いてあります。このね、三柱の神様がこちら五本殿ご本殿ですね。ご本殿に祀られております。そして、今からね、最後には、稲荷大明神が降臨された場所、そこ、八条岩という大きな岩があるんですが、そこにも皆様と一緒に、参拝したいと思います。そして、本当は途中にあるね、三面大黒尊殿の、お社あります。まあ、小さいんですが、そこね、人がいっぱいいすぎたんで、最後の最後に撮影しているので、この動画でも最後の最後に皆様に見ていただきます。で、その前にね、三面大黒尊殿のお社の前に、縁切りの神社です。そして、縁結びの神社。それもございます。なので、八条岩、稲荷大明神が降臨された映像の後に、縁切り、縁結び、そして三面大黒尊殿の神社。こちらにね、行くっていう順番になっております。はい、ちょっとね、鼻声なんですよ。はい。まだね、いやー、粘りますね。5月の中旬なのに、まだ若干花粉があってね、はい。私、ちょっと苦戦しております。まあ、そんなにひどくはないんですけど。はい、ということで、今ね、実はもう見えております。このね、今の階段、ご本殿、後ろ上がって、階段の、ちょっとね、今人が結構いっぱいいらっしゃるんで、映らないようにということになってます。今、目の前に見えている鳥居が、縁切り。左側に縁切りがあって、右側に縁結びがあります。で、その右側にあった黄色いのが三面大黒天様をお祭りしているところでございまして、で、先ほどのね、ご本殿のところにも、八大竜王尊ということで、竜さんいらっしゃる。で、三面大黒天、あと稲荷大明神という三柱の神様がお祭りされています。はい、それと別にね、三面大黒天のお社があるということでございます。はい、でね、今向かっているのは、旧ご本殿。はい、旧ご本殿ですね。で、そちらに向かっていきたいと思います。先ほど言いましたようにね、三面大黒天様のところとかね、縁切り、縁結びのところ、あそこはね、人がいっぱいいるんで、はい、人を避けてきました。これが旧ご本殿でございます。旧ご本殿でもね、とっても立派ですね。で、見ていただいたらわかるんですが、こちらの旧ご本殿ね、
お寺というよりこちら神社っていう雰囲気のね建物じゃないかなというふうに思います。はい。そしてこの階段を上がるとこちら、はい、見ての通り鳥居がいっぱいありましてね、先ほどありましたが77抹茶ということで神社ばかりでございます。まあ神社とはね書いてない、一応天王と書いてあって、これをまあお寺の中にある神社を意味するのかなというふうに思います。もうね、すべてがね非常に立派でございます。はい。はい、非常に立派でね、榊もねしっかりとね新しいものに常にね変わっております。はい、ということでほらこれ御本殿、旧御本殿です。これ神社でしょ神社ですよね。むちゃくちゃ立派ですね。はい、最初に私言い忘れましたが、こちらはね日本三大稲荷と言われているところでございます。伏見稲荷さんと豊川稲荷さんと、そしてこの西条稲荷さんでございます。はい。創建がねすごいんですよ。ここもね、天平商法4年ということで、西暦で言うとね752年です。なのでもう1270年、はい、1270年以上の歴史があるというところでございます。で最初に申しましたようにね、見ていただいた八大竜王ございますが、八大竜王さんがねいらっしゃる、これから上がっていく八条岩のあるところ、山の名前もね竜王さんです。竜王さん、はい、なんでね本当に竜尽くしです。途中の辰の口ね、手水のところで立派な立派な竜さん見ていただきましたが、それ以外にもねもっと大きい竜さんが、登っている途中にね出てきますんでね、そこはねちょっとね大きすぎるっていうのと若干遠いので、まあ立ち入り禁止になっているところなんでね、本当ドアップってわけにいかないんですが、それでも、本当に立派な竜さんでございます。いや私はね手水のねあそこの竜さんの存在も実はまあ知ってたのかもしれないけど、覚えてはなかったんですが、竜さん大好き動画配信者の方がね以前配信しているのを見まして、で、あ、これはもう一度行かないとということで行ったんですが、その方はねまあお忙しいのと、あと体力の問題でしょうかね、八丈岩とかね登ってないんで、共通の知り合いが実はいるんですが、その方と私は共通の知り合いがいるんですが、私の動画は多分見てないと思うんでね、その方が見ていたらもっと上にはもっと大きな竜さんがいたということがね、今その方にも知られるんじゃないかなというふうに思っております。はい、こちら旧御本殿でございます。大変立派でございます。多くの方はねこのお賽銭箱はここと後ろにもあるもんですから、そっちで参拝する方もいらっしゃいますが、大半がこのね御本殿、旧御本殿の前で参拝していらっしゃいました。はい、こちらにもね三柱の神様、稲荷大明神と八大竜王尊と、そして三面大国尊天いらっしゃると思いますのでね、もしよろしければ、あと、まあ、形ばかりになりますが、20秒ほどの参拝時間ございますんで、もしよろしければね、またご参拝いただければと思います。本当であれば、下の御本殿で参拝するべきなんですが、人が多かったので、こちらに参りました。はい、ご参拝いただけましたでしょうか。とってもとってもね立派な旧御本殿、そしてこれね日吉大明神と書いてあります。はい、おそらくです、ごめんなさい推測ですが、日吉大明神、これねおそらく豊臣の秀吉公ではないかと思います。一応ね備中高松城攻めで、その時は羽柴秀吉ですね、秀吉が来た時ここね境内にね本陣を張ってるんですね。ここに陣を張って、備中高松城を攻めてるということでございます。はい、なのでまあおそらく豊臣の秀吉かなと思います。ちなみに羽柴秀吉から豊臣秀吉になったんではなくてね、公家としての
豊臣の秀吉と武将としての羽柴秀吉、これはどうも同時にね使っていたというふうに言われております。なので豊臣の秀吉でございます。豊臣のね、はい、ということで、ほら見ての通りですごい鳥居ばかりになります。なんとなくこれはね伏見成さんもちょっと思い出させるんですが、まあどうしてもね観光客のそれこそ数圧倒的な差がありますので、なかなかね、そこまでの鳥居はないんですが、ここもね本当とっても立派な本当に雰囲気のいいところですのでね、ぜひ皆さんご都合つきましたらご参拝いただければと思います。でこれからね山の中入っていきますんで、小さな音で流している音楽はねここでなくなります。はい、あと私また言い忘れてました。はい、今回私の動画初めてご覧になっている皆様ありがとうございます。まあ、ここまでね見ていただいたんですから、ぜひ最後まで見ていただきたいんですが、私の動画では下の動画概要欄説明欄にこちらの西条稲荷さんの Google マップの地図の URL 貼ってます。はい、ぜひ見てください。これね北西の方向かな、北西の方向にね竜王池かなあります。私ももちろんそちらもね、お寺なんですけど行っております。で動画配信者何人かがね、映像公開してるの知ってるんですが、あれね私まあ、住職さんとあえて言っておきます。あえて言ったらいけないな、ちょっといろいろと話しましてね、住職さんと、だから私ね他の配信者が知らないこと実は知ってます。はい、竜さんがね竜王池にね、竜王池というよりね別の場所にいらっしゃるんです、本当は。はい、私その住職さんから聞いております。その方は全国いろいろ回ってね自分についていろいろと竜さんいらっしゃるんだと、でいらっしゃる場所はここだっていうのをね私聞いております。他の動画配信者皆さん知りません。はい、ということで、そんなねいろいろと話をするので私、結構他の配信者がご存じないことを知っております。ということで、今回ね西条稲荷さんですが、あとね、おすすめ動画、それも、URL 貼っておりますんで、ぜひね、1本か2本か、できれば3本以上見ていただいて、チャンネル登録するかどうかね、決めていただければと思います。間違いなく全国いろいろなところを回っているのと、他の方が全く紹介してない、それこそ Google マップのレビュー機が0件のところも私行っております。はい。私以外では見られないところがいっぱいありますんでね。で、これ、今ね、左に本滝とあって、右側に八丈岩と奥の院とありますが、奥の院はね、お寺なので今回行っておりません。はい。で、本滝っていうのは右からも行けます。別に左じゃなくても行けます。今から滝のとこ行きます。これが一番最初、オープニングで見ていただいたところでございます。はい。もう少しです。これを左ですね。はい。これがオープニングで見ていただいた八大竜王というふうにね、書いてあったところでございますが、オープニングの映像とはまた別です。私、ここで3回ぐらい撮影してますからね。全く同じ映像は使っておりません。ここの竜さんはね、本当に大きゅうございます。本当に大きゅうございます。大きすぎてちょっとっていう感じなんですが、右側のしめ縄があって、しれがあって、ちょっとね、これはね、水がね、こんな感じでございました。はい。これから近づいていきます。この後ね。はい、ユーザー、左側ですよ。左側と今真ん中に、はい。ここにね、近づけますんで、近づけるだけ近づいていきます。はい。来ました。しかし、立ち入り禁止なんで、映像としては、こんな感じでございます。竜さんのね、胴がね、むちゃくちゃ長いんです。はい、右側の下の方までね、伸びてますからね、これ5メートル、6メートルどころじゃないんですね。はい、ということで、これから、八丈岩の方に向かっていきますが、その途中にもね、まあ、竜神と書いてあるところがね、どうかな、2箇所は、今思い出すだけでも2箇所はありますね。本当はね、他の方が、この本滝から25分って書いてましたね、ぐらいかかるって。私は時間いつもかかってないのでわからないんですが、まあ、他の方が書いていたので、そのぐらいかと思います。ただ映像としてはあっという間に着きますが、
実際はね、まあ、まあ、20分から30分、30分はかかんないと思うけどな。まあ、20分はかかるかなと思いますね。私がね、登ってる時もね、お母さん、小学校3年生ぐらいのお子さん、女の子を持ったお母さんがね、子供怒ってました。私はこんなに辛いのに、あんたは本当にもうって思いやりのない子ねって。どん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 登っていく子供に対してね、怒ってましたけど、その運動しろよと私は思ってましたね。はい。はい。ということで、若干、疲れるかもしれません。なので、足の悪い方はね、ちょっと厳しいかなというのが、私の感想でございます。結構階段も多いんでね。はい。はい。で、これね、私撮影しながらね、本当にね、いろいろと何が書いてあるかっていうのをね、本当によく見てますんで、ここはね、気がつきました。はい。国、常立ちの御事と書いてあります。ということは、まあ、おそらく日本書紀、まあ、大和儀に、基づいたね、神を祀ってるかなという感じですね。はい、今のをね、見ていただいてもあれですが、その手前にもね、御神水ということでね、龍神というふうに当てました。ちょっと動画が長くなりすぎるんで、そこはカットしておりますが、手前にもありましたし、この後にもあります。で、この後ね、今から、どうかな。江戸時代末なのか、明治の初めなのか、その時のね、まあ、この西条稲荷で一番偉かった、お坊様が彫ったとされているね、ところ、文字がね、彫られてるんですが、そこに行きます。で、そこはね、巨大な岩があるんですが、もしかしたらね、言うまでもないんですが、岩倉だったのかもしれませんし、それはちょっとわからないんですが、そういう場所があります。そこにもね、白龍さんいらっしゃいます。はい、白龍さんいらっしゃいます。ということで、ここはね、先ほども言いましたけど、龍王さんですからね、山の名前そのものが。なので、ここはね、本当にね、ぜひ、足が悪くなければね、ぜひぜひ登っていただければというふうに思います。はい、見えてまいりました。はい。ね、神社がすごいでしょ？はい。そうなんです。白龍、天王と書いてあるのがおそらく、神社というとちょっとさすがにね、気が引けたので、天王に、まあちょっとこの天王の言葉の意味は私明確に把握はしておりませんが、今のように白龍さんいらっしゃいます。はい。そしてここがすごいんですよ。もう岩がね、剥き出してね。はい。ここはすごい。ぜひぜひね、これは八丈岩に登る途中ですからね。八丈岩まで行けば、本当に素晴らしい景色も見えますが、この龍さんね、こちらにも参拝できるということでございます。そして、ここね、この左側にね、曲がっていくんですが、こちらの方に、今から江戸末に、その当時のね、一番偉かったお坊様が彫ったとされるね、ものがございます。これはね、なかなかの迫力でございます。なかなかの迫力です。で、なぜかね、皆さんね、八丈岩を目指して、あるいはね、奥の院を目指して、その途中に本当に立派なものがあるのにね、途中はね、スルーする方が結構いらっしゃる。結構いらっしゃったんですね、この時もね。だからもったいないなぁなんて思うんで、ぜひ皆様は、もし参拝に上がった時は、こちらも来ていただければと思います。はい。右の岩にはちょっとね、まあ、仏像と言っていいんでしょうかね、彫られてますね。はい、右が、ちょっとスルーしちゃったな、岸墓神というふうにね、書かれてました。はい、最上位稲荷大明神と書いてありますね。間違いなく、稲荷大明神書いてあります。そう。はい。ウィキの情報って言いましたけど、動画をね、編集する前にこれ途中で見てるんですよ。見てるんだけど、どこに書いてあったか私ね、わからなくなりましてね。はい。こういうふうにね、ナレーション入れるどっかで見るだろうというふうに思って、もう諦めました。ずっと探したんですけどね。はい。いよいよ、八丈岩の方にね、向かいたいと思います。途中にまた、
ご神水ございます。ご神水ございます。ただ、どうもね、ご本殿の裏だったかな。ご本殿の近くのところでご神水はね、いただけるそうでございます。いただけるそうでございます。あと、6月から7月だったかな、正確な日付はね、私が忘れなければそのページの、ホームページ、西条稲荷さんのホームページのね、URL 貼っときますが、あの、八大竜王、ストーンを描いた、ご本殿なのかな、上がってね、あの、無料でね、描かれている八大竜王尊をね、見ることができるそうでございます。はい。確か6月から7月って書いてあったと思うんですよね。10時から15時って書いてあったかな。そこね、忘れなければ URL 貼っておきます。忘れて貼ってなかったら自分で調べてくださいね。はい。これがね、ご神水のところで、ここをね、この後左に曲がっていくと八丈岩に行きます。実際は、まあ、数分歩くんですけど、動画なんで一気に飛んでいきますんでね。ここからね、八丈岩に向かいます。本当にね、景色もいいです。はい。八丈岩のところではね、あの、参拝時間もあります。で、八丈岩の上で参拝時間ございますが、ここにね、稲荷大明神が、降臨されたという場所。これはね、岩があって、その、なんて言うんだろう、洞窟みたいになってるところあるんですね。で、そこに、法恩大師という、どう言ってんだろう。そう、あら、怪奇か。怪奇ですかね。お坊さんね、一番最初の、改ざんだ。改ざんの法恩大師っていう方が、こもった岩窟。これが、この真下でございます。真下。で、この後に行って、で、そこから、一気に飛びまして、縁切り、縁結び、そして、三面大黒天様のところに行って、この動画は終わりとなります。はい。私の動画では毎日18時30分にね、新しい動画公開しておりますんで、今回初めて見て、ここまでご覧になった方は、ね、ぜひチャンネル登録もしていただければと思います。そして、毎日のね、動画更新18時30分、まあ、都合のいい時間にね、ご覧になっていただければと思います。はい、それではね、ご参拝いただければと思います。ご参拝どうぞ。はい、ご参拝いただけましたでしょうか。それではね、開山の法恩大師が、稲荷大明神、こちらがね、降臨したという、その時にこもっていた岩窟ね、この景色を見ていただいた後に降りたいと思います。まあ、天気はね、このような感じだったので、むちゃくちゃ絶景という感じではなかったですが、なかなかね、いい景色のね、いいところではないかなというふうに思います。はい、これからね、すぐですよ。もうね、ここを左に曲がって降りていけば、すぐその岩窟でございます。中にはね、当然入ることはできませんが、ここでね、今からもう1270年以上前に、まあ、お坊様がね、大変お偉いお坊様が、まあ、これはね、この時の光顕天皇が病気だったので、その病気併用のためにこの岩窟にこもっていたということだそうでございます。しかも、よほどの病気だったんだと思いますけどね、21日目っていうことなので、大変ね、まあ、重病だったんだろうなと思います。で、まあ、ここでね、祈願されて、
そしたら天皇のね、病気も回避されたということだそうでございます。そして最澄、稲荷大明神が、ここでね、降臨されたというそんな場所でございます。はい、そのこの黄色く見えるのは何なんでしょうね。ちょっとよくわからないんですが、もしかしたら苔がこういう色に見えてるだけかなと思います。はい、ということで一気に飛んで下に降ります。はい、何度かね申しておりました、左側が縁切りで右側が縁結びなんですが、私ねバカでございます。はい、順番逆にしております。はい、右側の大きいのはね縁結びなんですよね。あの気持ちが流行るんでしょうかね。はい気持ちが流行ったんでしょうか。右側に行ってしまいました。こっちはね縁結びなんですよ。はい、縁を引くと書いてありますね。はい、ご遺徳継続良縁って書いてますね。はい、逆でございます。西条稲荷さんのホームページにも書いてあったかな、最初は左ですよと書いてあったんですが、はい、これだから私は本当にということでございます。はい、縁切りでございます。まあ、皆様よろしければね、あのまたちょっと大変お手数ですが、後でもう一回縁結びの方に戻っていただければと思います。はい、そしてここにもね、この、ま、石碑ではありますが、もしかしたらこれもね神社ということで、扱ってるのかなというふうな気もいたします。というのがね、これちょっと分かりますかね。はい、ま、左から行くとね、水神山の神、そして地の神ということで、書いてございますね。そしてほら竜王さん守護と書いてございます。はい、ということで最後に三面大黒天様のところにね行っていただいて終わりになります。途中でね言っておりませんでしたが、私は再生リストがございます。地域別の再生リスト、ここは岡山県ですので、中国四国地方の、再生リストの中であります。あとはね九州とか関東とか関西とかね、そういう風に分かれておりますので、ぜひ再生リストもご覧になってください。ということで、こちら三面大黒天様ね、お祭りしているお社でございます。また明日もね、全国のどっかの素晴らしい神社の動画を公開いたしますので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。それではまた明日18時30分に新しい全国のどっかの神社でお会いいたしましょう。失礼いたします。